ました。ありがとうございます。これぐらいの人数ちょうどいいですね。いやいや、感染巡り合いでね、感じが違いますけど、感染リスクはね、あまりありませんね。それとね、立てても座ってても俺大丈夫ですので、ぜひね、ご着席お願いします。まあ、先ほど二人掛けでお話しさせていただきましたが、見事に一人になってますね。まあ、別にいいです。ですが、多い時は後ろね、満杯です。みんなも密ですよね。地下鉄が思うぐらいの満杯です。はい、それとね、ここの真ん中も美味しいです。立てたら右へ左へ写真撮りやすいですのでね。まあ、よかったら自分たちとしてね。じゃあ、このヤマトミュージアムと自衛隊の資料館ですけど、これ見学はもうお済みですか？あ、次の、本来よろしいです。まあ、自衛隊の資料館入る時間帯が決まってます。この完成巡りが2時半過ぎに帰ってきたら、ちょうどあそこ開館です。ただ3時半でまた閉まります。はい、ということで、1時間ぐらいしか入れる時間帯が1日4回。はい。それともう一つね、ああいうて潜水艦を置いてるのは世界でもここだけに。ということで、実際は第二次世界大戦の潜水艦です。まあ、私もドイツに行った時にある黄色がニューボート。中東で入れます。で、アメリカのガトー級、ロシアもウラジオストックに潜水艦がありますが、全部こういう船の形してます。ですが基本的にはこれ潜ったままということで、で、昔からですけど潜水艦は基本的に潜ったままです。路上って言いまして浮上しません。この左側です。JMU ヤマトという方。まああそこで昭和の15年8月7日に命名進水式がありましたが、実はいきなりね、ヤマトという名前つけてません。第1号艦。ということで、シナノという名前とね、ヤマトという名前と2つありまして、2社選択です。ということで、必ず、チョイスできるようになっています。ということで、山側のところの大屋根、上に突っ飛び出てる三角の屋根は昔のままですので、それをまた帰りに見ていきましょう。ちょっとここの造船所は旧海軍の時もそうですが、やっぱり大型の船ばっかり作ってます。まあ私、生きてないので、偉そうなこと言えませんが、他の船も作ってたんでしょうけど、T400 型の潜水艦ってご存知の方がおられます。はい、実際、当時としては最大の潜水艦です。ですが、当時は駆逐艦ぐらいの。ですが飛行機を3機搭載できた潜水艦は実際ワンハイライトって書いております。ちょうど11時方向ね、右側1号と2号と、まあその痕跡はありませんけど、ここはやっぱりそういう意味ではいろんなもの非常に長けた技術、これ実は海戦争においても世界第2位です。ちなみに1位はどこかと言いますと、ドイツのクルーズ。まあ実際海戦争時はね、アメリカ参戦しておりませんね。はい、ということで今ちょうど右に見えております。はい、これタンカー 340m、多分ね、あまり偉そうなこと言えなくて、いらんことは言えないんですけれども、海上講師のチェスト高校の前で、ちょっと今、海水来てますね。実は海水にね、あれ2万トンぐらいダーッと入れます。で、満載の状態で実際、航空試験を行います。通信とかいろんなものですね。この72時間点検が終わって、帰ってきたら実は運輸局に申請です。で、認可が降りた時点で船として登録されますから、多分ここ横付けするような感じですね。はい、ということで、この3日ほど前からずっと海水、で、この船の中身がどんな感じかと言いますと、それがこれになります。実は日本郵船さん580の船で、あれが中身です。で、実際、こう前がこうついてきてますでしょ、斜めに。要するに、間もなくは蓋が閉まります。実は見えるのが今だけです。ということで、もう1ヶ月ぐらい前です。後ろから順々にこうやって伸びてきまして、やっとここですね。実はトップの長さがあれ580m ありまして、340m の船体。ちょうどあそこが船体ですね。はい、ということで、この3号ドックも昔は有名でした。東洋一の3号ドック。はい、それと先ほどワンハイライトをお話しさせていただきました。こちらにつきましては、この230m ぐらい台湾からの580で8隻作りましたね。ですがこれもちょっとね、なんか今修理でわざわざ帰ってきております。で、去年のこれ今頃作った船じゃないですかね。はい、ということで、実はあの3号ドックの中に縦に2隻入ってます。それぐらいアコのキャップは広いですね。はい、それともう一つね、先ほど E400 型の潜水艦ちょうど見えてきました。この正面を、はい、白いね、窒素とかに4立っておりますが、あそこら辺に1号特、2号特です。ダーッとこう滑っていって浸水です。まあそういうなんかものがあったみたいですけど、今はもうそういうのなくなっております。ちなみに兵庫県の神戸でね、海上自衛隊の潜水艦を作ってますが、川崎重工業さんだけは今でもくす玉を割ってね、で、ワインがパシンと割れます。で、くす玉を割って、旗がビャーッと飛んでから、ダーッと滑っていきますね。ものすごく気持ちいいです。はい。ちなみに石原信輝さんですかね、目の前で目にかかったことあります。非常にやっぱりね、正解の方が命名してもらえますね。はい、ではここからもうちょっと行って右側曲がりましょう。で、正面には234って書いてますが、これ近海専用の護衛艦です。沿岸警備用の護衛艦です。これ修理中です、正面ね。ということでね、長さが 109m ぐらい、1500トンぐらいですけど、マストのところとか、こういう産氷さんが上がってね、やっぱりやってるよう分かりますね。実はこのタイプもあと 2,3 年で全て廃艦になります。で、エンディングは35年です。はい、自衛艦機返納行事で言いまして、関係側のね、16条、極秘事業。
に缶にね、書いてしまう。それが実はこの右側ですね。4203って書いてあったのが向こう側です。で、スラとね、3513って書いてるのが見えるんですか。今年の3月は、ね、廃刊になります。はい、ということで任務終了は3.5年。はい、そういったことから会場自体は無理ですけれど、実際どういう目的かと言いますと、これ選手防衛に特化しております。いきなり戦争ではなくて、基本的には防御したい、特に近距離の防御ですね。それともう一つは災害派遣。実際災害派遣で有効な船はこの正面の船、大隅型という言われております。はい、ということでこの大隅型の輸送艦は長さが 180m ぐらいですが、大型のトラックですから60台ぐらいです。それともブリッジのね、横、その前側、その下側もそうです。実際、監視側のところはエレベーターがあります。それともう一つは、後ろ側は、下はこれです。契約しとってからです。実はこれ、食料、水、薬品、50トン搭載しまして、風向きにもよりますけど、これ、3メーターですよ。直角防波堤、50トン搭載して、上がってきます。要するに、津波が来た時どうなってるか。当然、物流は止まります。で、実際、10年前の 3.11 の津波の高さっていうのは、最大は24メートル。で、平均で12メーターから16メーターぐらいが60キロから80キロのぐらいのスピードで突っ込んでいきます。これどういうことかと言いますと、南海トラフの大地震必ず来る。今のところ 70から80% の確率で30年以内です。なんでかと言いますと、フィリピンプレートは2センチから7センチ毎年来るんですね。その時にこの船は実際ジブチとかジモールとか国際貢献をしております。ということで、実際隊員さんもそういう経験がね、結構ありますね。それと実際この後ろの船、これヘリコプター、これ実はヘリコプターじゃありませんけど、オスで当然こういう飛行機を運用できます。で、陸上自衛隊もこれ17機取得します。もう10機ぐらいあります。ちなみにこれアメリカの海兵隊のね、映像ですけど、これちょっと参考で、ね、ということで当然後ろで2カ所発着艦給油しながら次へ次へ大量のこの練習できます。ということで、実際ね、5メートルぐらいの津波見たら本当ね、物流止まります。津波はね、本当に怖い。それともう一つ船しかいないのはこの左側です。はい、訓練支援艦。実際この訓練支援艦の過去ロゴの中にオレンジ色の標的が見えると思いますけど、それ見ていきましょう。その標的を遠隔操作する中のマスターが短いでしょ。あの付け根のところに大小のパネル、あ、ここから標的です。実際5つの標的をこうやって誘導電波で降下します。その時の標的はこれです。これ発光標的で、これシースパン対空のミサイルということで、実際はね、当てないですね。近すぎましたら空気進化レーダーが自動的に破裂しまして破片です。で、標的が落ちてももう一回リペアです。回収しに行きます。ちなみに洋上はこんなベタ投げであんな向こうまで見えないです。もうこんなの当然数も強いです。ちなみに15メートルぐらい平気で数強いですね。はい、ということで、海上自衛隊はこれ2隻とも来れということで、これは天竜と言いますと、もう一つは黒部、これは渓谷から名前です。はい、すると今度正面汎用護衛が11なんですね。ちなみに鬼滅の刃見られてる方はおられます？いきなりですか。ああ、ちなみにあれ何隊って言うたんですかね。私も昨日見ましたけど、あれ鬼滅隊ですかね。鬼殺隊、こっち自衛隊です。いや、それ言いたかっただけです。はい、ここはあの写真の呼吸です。全集中のポイントです。はい、デジカメ様を速やかに構え。よかったら左側に移動してください。めっちゃあのここ空いてますしね。で、私が邪魔やったらここ取り越してください。いや邪魔やったから。はい、ということで、この113は船では加賀の次に新しいです。はい、これね、高波型って言いますね。で、高波型の一つ前のタイプは向こう側に105、村雨型。実は共に上部構造物がこういう斜めになりました。スピルス型です。はい、レーダーの反射面軽減しておりますね。いや、ちなみにずっとここ持ったらいいじゃないですか。行って帰って。もう座ってた。いや、私もここで仕事しなあかんし。もう普通後ろ通るんですけどね。はい、ということで、ここは縦1、横1、全員写真撮りましょう。よろしいですか。何言ってるかと言いますと、もう年賀状の時期ということです。お父さんお前行かはったらよろしい、あ、ちなみにこれね、5インチ砲って言いますので、ね、これ覚えておいてくださいね。はい、54口径です。今から見ていくオーストラリアの船は新しいタイプの62口径の5インチ砲です。実際ね、ターレットがギュッと小さいですよ。砲塔がそれで体温がギュッと長い。はい、ということで、やっぱり時代の、ね、変化を見ていきますね。それともう一つ、クレーにいないのがね、このイージス艦ですね。これはミサイル搭載型で、最大の護衛艦加賀をヘリコプター搭載型で、こちらは汎用護衛艦で、後ろの234は沿岸警備用の護衛艦。名称が違うということは当然ミッションも違います。はい、ということで、この5インチもね、実際あの攻撃よりもほとんどね、防御ですね。ミサイル飛んできたらこれ発射します。実はね、ミサイルが飛んできた時には、あの大砲の右側に32蓋があります。よろしいですか。これ見てください。シースパラ、はい、防御用のミサイル、攻撃じゃありません。対ミサイル、対飛行機、対ミサイルということで、この写真のね、アスロックという魚雷と両方あの中に入るようになって、一
段高くなってる。最後の右側、はい、それともう一つはね、もう一段上がったら V 字の前が持ってる近接防空火器システム、まあ、大体 1500m ぐらいでしょうかね。ぐーっと1分間やはり4500発ぐらいでバラ玉です。ちなみにあのミサイルはね、こうやって飛んでくるものもありますけど、最近違いますね。防御できない。ちょっと電気代反応せなかったですかね。まあ、縦長のところにシーカーってね、電波を防止するレーダーがあるで、こんな感じです。シーカーを出しながらこうレーダー、ミサイルが飛んでくるんで、この前に前に弾幕作ってくるんだ、まあ、そういうことです。はい、ということでこれヘリコプターの格納庫の上にも、はい、シューズ。そうすると左の煙突の左下に横にあった筒がね、3電装3桁でしたか。で、右の煙突の左側に斜めの筒、対艦ミサイル、あの中に実装しております。これ90式対艦誘導弾で国産ですね。ですから今から見ていくオーストラリアの船は対艦ミサイルとアメリカ製のハーフだと。はい、ということで同じような説明する中身がね、違いますね。はい、それともう一つね、この格納庫の中、ヘリコプターがね、これ2機入ります。これですね、SH の60シリーズ。まあ私も現役の時ね、これよく乗っておりました。ということで、実際ソマリア沖の海賊対象とかね、やっぱ今まで出航しておりました。最近はちょっと見かけないんですけど、1機は実はね、部品取りなんかになりますね。はい、ということでこのサザナミと右の瀬戸行き、年代で言いますと25年、四半世紀くらい違います。右が長さが 130m ぐらいで、横幅が 16.5 で、左側はそれより 4m ほど長いですね、約 5m で、20m 長い、横幅がね、5m ほど広がっておりますね。ちなみにね、もっと違うのがこれです。ベッドの高さこれぐらい、砲台これぐらい、要するに寝返りができないこの右側瀬戸行き、3段ベッドですが、サザナミでありますと2段ベッド、全然やっぱ違いますね。ちなみに起きるときにね、ガーンってつます。で、大体よくここね、ゴムつけてます。いや、そんなことないですね。すぐ横にこうやって転がって、ね、出ていきます、はい。ということで、実際年代年代で見ていきますと、形もそうですし、マストについているものだとか、艦内のね、やっぱ居住性が全然違いますね。はい、それとね、正面に見えております。はい、実際の後ろのサザナミより一つ前のタイプ、村雨型。違うのは大砲です。はい、サイクワールドからね、大砲大砲と同じさせていただきました。こちらは3インチ砲です。先ほどは5インチ砲。ただこちらは3インチだけありまして、1分間に100発だ。弾種を変えますと120発ぐらい1分間に発射できますね。はい、それともう一つはね、レイアウト的にも、対空用のシースパロー、はい、魚雷とかね、アスロープなんかもそうですけど、ちょっと位置関係がね、増えております。艦首側のとこと、煙突と煙突の間、2箇所にね、この垂直発射。大体これが16セルずつね、配置されております。はい、ちょっとね、タンカーがね、めっちゃ右に返ってきてます、返ってきてますけどね。これ、日本郵船さんなんです。で、実際タンカーって見るときに、お客様的には実は黒いとこしか見ません。よろしいですか。4分の3は実は沈んでます。ほとんど水飛んでないですね。ですが、これ燃料とかね、ちょっと入ってる関係でブーッと沈んでますが、もっとこの間まで浮き上がっております。では、ここから回っていきましょう。はい、気になります。実際右側のね、オーストラリア海軍、これ、アンザク級って言いますが、アンザクの意味合いはオーストラリアの A と NG はニュージーランドです。昔グループを組んでちょっと第一次世界大戦でなんか戦争に行った時のなんか軍団の名前らしいですね。で、そのホストシップが左側の2つ目です。要するにお世話係で、午前中にこのオーストラリアの船は燃料給油しておりましたので、多分明日あたりで出港だと思います。大体3日ぐらいしかね、おりません。ということで土曜日の5時の夕方ね、入港されました。ですが隊員さん見てる限りでは外出されてないですね。多分コロナです。普通は宮島に行ったり原爆ドームに行ったり、いろんなとここう研修とかされるんですが、まあ、そういう意味でコロナのね、まあ、影響が大きいですね。はい、じゃあ一応ちょっと待ってくださいね。あ、危ないですね。はい、それとね、潜水艦も見えてきましたよ。今日潜水艦初めて見るって方多いです。あ、ありがとうございます。実はね、日本で一番潜水艦の多いのがここの船です。ただ来年になりますと、この大芸型、これが1番艦、これができた時点で22隻体制。昔はね、実は16隻でしたね。はい。当時はね、部長の方です。で、左から2番目の方がね、北川さんいて、潜水艦の部長さんです。はい。実はね、三菱さんと川崎重工業さん、2社が作ってます。見分けるポイントはね、ブリッジのところにこう羽が出てるでしょ。あの上側に扉、丸っこいのが川中さん。で、三菱さんは長方形です。で、三菱さんのこの北川さんの方はね、まあ、関西人だけありましてね、娘さんに恵子さんって名前つけましたね。びっくりします。北川恵子ですよ。
あとこの恵子さんもね、29歳になったら大王ゆかさんと結婚されるからびっくりしますよね。お帰りになりました。はい、これ北川景子さん、本当の。あ、そうこれ潜水艦の経営者さん。お帰りになります。従業員じゃないですか。これ非常に重要。船の残存自体は、海上自衛隊が明解する。それぐらいし、これモーターで動くからね。人と音響収集能力は、米海軍か海上自衛隊。共にレベルは非常に高く。それともう一つ、この右側の音響測定艦も、細かく言いますと、この船は、乗員自体も立ち入り禁止区画構造しまして、ブリッジのところに透明のこのボールがあるでしょ。ブリッジの上に、このボールが。あれ何するかっていうとね、ひまわりに対するその太陽を描く。太陽の光が艦内に入ってくる。すっごいね、元気が出る。冗談です。私もあの情報の仕事してた時は、もう膝を引いたりね、ずーっと時間してるのが元気です。太陽の光を浴びるとね、もっとこう元気になります。はい、ということで、もう一つ面白いんですが、洋上に出ますと空気美味しくないです。緑ありませんか。はい、ですが、潜水艦の場合はこれ、液化酸素を搭載していますので、もっとね、公共用の酸素から美味しくないと思います。で、ここは完成めぐりはね、2500円のポイントですので、バッグに完成を入れながらぜひ僕写真を撮りください。はい、ということで、世界は右側です。はい、右側に移動。はい、かかれ、あ、かかれじゃない、移動してください。もっとね、前に行ってください。もう私はあまり人とこう静かにしてますのでね。まあ、家帰っても見送りとソーシャルディスタンスです。お前30年くらい経ってます。はい、ということで長さが84メートルありまして、2900トンから3000トンが全然3種類くらいありますね。ただ3000トンでありますとね、あ、電話ですか。3000トンでありますとね、リチウム用電池に変わってます。はい、一回手を打ってみましょうか。はい、右、ゴーレ。はい、ありがとうございます。実際にね、潜水艦乗りの方慣れないんですよ。4万3500人で 3% ぐらいしかいない。艦長は立ったら21人。ちなみに頭だけじゃなくて身体的な能力、当然イラで短期の方もダメです。で、お日様は見ません。で、この中洗濯機もよく止まりません。ただその中に女性の幹部開始、回答開始、女性の方も何年かしたら女性の幹部捨てる。ちなみに女性の方はね、男性と違いますね。右脳と左脳の方がリアルに脳みそ回転しますので、ボイスが綺麗なのとやっぱ判断が非常に早いですね。はい、で、ここは世界で一番近くで潜水艦を見ていくポイントですよ。はい、ここシャシャシャのポイントです。美味しいですよ。ちなみにこの右側に操縦型は基本的にはおりません。僕は潜水艦、救難艦の場所です。全然形も違いますね。それからもう一つ先っぽには普通練習潜水艦の親潮型がおります。一線の潜水艦はここにある。これもまた別ですね。はい、ということで、上部構造物がこう斜めになっている姿がよくわかる。それとゴムを貼っている。で、実際自分の船からの音も軽減。で、相手からの音も収集します。まあ、ほとんど特定できないんじゃないですかね。それとちっちゃいね、緑のこの川があるでしょ。あれ全部中部構造でありますが、実際入港した時に、ハッチを開けながら通過の川を引く。要するに、ハッチの厚みで何センチ、どれぐらい潜れる、ある程度の深度がわかる。はい、それと次はね、真水流しって言いまして、艦内の水ほとんどありません。はい。で、ダーッとお塩を落としますけど、ひどい時は、塩をね、これぐらいつけて帰ります。こすってもこすっても取れない。どういうことかと言いますと、潜っていきますと、塩分濃度高いのが水やってるんですね。それとね、右側の潜水艦ご覧ください、あれ写真。緑の方いっぱい立ってるでしょ。はい、まもなく出港です。はい、ということで、まだタラップがかかっておりますが、これ実はね、出港って号令ないんです。一番最後にロープを桟橋がこう離した瞬間で、入港も一緒です。入港用意で入港かけますと春が向こうです。で、実際一番初めに投げたロープを桟橋側のビットが引っ掛けます。これが入港の時間ですね。はい、ということで本船中央桟橋に帰った時にはこの潜水艦が出ていく光景が見れるかもしれません。はい、ちょっとこの右側ですね。実は2週間ほど前ですけど、これ帰国です。練習艦の会社160人ね、乗っておられましたが、1割が女性の方ですね。で、私も平成7年初上公開で出航した時には、わざわざ晴海からの出航だったんですね。防衛省が30何年ぶりだったんですかね、晴海。その時はわざわざ三笠宮と海のシートがね、わざわざこの船に乗艦されて、幹部自衛官に国はです。これ実はね、海上自衛隊として外国に行かないんです。日本国練習艦隊、日本人の恥をさらさないように教育します。はい、ということで、海藻市の隊員さんじゃない、オフィサーですので、きっちりです。はい、ということで、照明方向も写真も美味しいですし、ここよろしいですか。ここはもうほんま年賀状におすすめです。で、実際煙突見ていただきますとね、カンガルーの絵描いてます。ね、
ちなみにもう最後ですので、誰か英語で言えます？まさか相手ね、こうやってカウントしてる方になりましたよね。はい、じゃあ右ホームレス。誰か言うてもらったら、いつまでおりますみたいな。How long sailing Japan? で、実際これが先ほど言った62口径の対応です。ターレットは小さいけど、キューと対応長いです。当然威力は衰えずにドーンみたいな。はい、そうそう、対艦ミサイルがね、ちょうどブリッジ。10メーターぐらいの橋があって、90メーターぐらいの桟橋が2本ありまして、
こういう状態で船が落ちたときには、雲が上がったときどうなるか。船は実は、下手すると、こうやって、ね、折れます。これ折れた映像です。これよく見ましたね、折れてます。実はヤマトっていうのは、こういうのも当然考慮して作ってます。特に爆弾とか魚雷とかですね。あんだけ撃ち込まれた戦艦は第二次世界大戦で破壊してきたりだと。魚雷だけでも重要ですよね。ちなみにイギリスのフットっていう巡洋潜水戦艦は、ドイツのビスマルクの 38cm を一発命じっただけで動いています、はい。ということでヤマトはね、やっぱりすごい技術がね、固まってあったってのも言えますね。一番の弱点は、ビス。昔溶接してない。こうやってビスでこうやって止めてるんですね、ビスというかね。あの東京タワーはこんな感じです。実際あの東京タワーを超えたら、病死した人は、ヤマトの攻撃が結構ですね。で、こういうふうにやっこってあるんですよ、固めやつ。で、こう、家があるんですけど、これ一個ずつ、これに上げてくれるんで、こう、落として、こうたらしてます。指紋ばっかり焼けてる状態です。ということで、実は車のマツダの創業者の方が、ここにおられたのは、どういうことかと言いますと、戦後の復興を遂げて、近代国として見たけどは、こういう海軍を出身してる非常に多いです。それはどういうことかと言いますと、モーターとエンジンを見ていくんですね。ということで、実際あそこ、ヤマトを作った大屋の左側、ちょうどゴムシーズの左側に緑色の陸と、歴史の見えるのか。ここの歴史は、イギリスの歴史なんです。はい、ということで、ここはね、世界第一の海軍工場、赤石であった。海軍工場の礎石側の陸橋の右側、そしてヤマトの塔もね、すぐ陸橋の右側にあります。去年ね、たどり着いたね、これはタモリの撮影でタモリさん来られてました。あ、見られた方おられます。1月4日だったんですね。で、実際にあの、ヤマトミュージアム出てこられた時は、私お会いしましたけど、顔はもう全く正面だったんですね。ちょっと陸橋渡ったすぐ左側には、プレ海軍から、この世界の片隅、これ見られた方おられます。まあ、スーさんが実際負傷して、メイコさんが実際お亡くなりになられる。あの陸橋の見合いこれ全部ヤマト目隠しでとかありまして、身が見えないよね、さっきのコート。それともう一つは、山の斜面にいくつかですけれど、海側向いて窓のない家は、戦時中以前の建物、海側みたいです。というのはやっぱ結構ね、残っておりましたね。はい、ではね、最後になりますが、ちょっとね、一個カレーライスのお話だけさせてもらいます。さっきもおりまして、今日食べられた方、どれぐらいおられます？ありがとうございます。これが本当の会場じゃないカレーライスですね。まあ、本当にたらおかしいですけどね。でこの写真を見ながら皆様のますますとご健康ご多幸を記念いたしまして感染めぐり終了させていただきたいと思います。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。でこれ実はね電気と蒸気で作ります。これ電気でしょ。はい、ということでこれが今度ねカレーライスの仕上がりですので、これちょっとねぜひ目に焼き付けて今一度売店レトルトとかも通りますので一つねお買い求めください。では今日は最後までご清聴いただきましてありがとうございました。また地元帰った時にはね、いや、船の感染緑が良かったなーっていうのを周りの方に聞こえるようにですね、よろしくお願いします。